相沢直人は、日本の作曲家、編曲家、合唱指揮者。東京都町田市出身。日本合唱指揮者協会理事。東京都合唱連盟理事。専属学園音楽大学講師。合同会社、エイザ・ウィノッツ、LLC 代表。4歳からピアノを始め、才能教育研究会のピアノ研究家を12歳で終了。 東京都立八王子東高等学校在学中に入部していたコーラス部で合唱を経験したことで音楽家を志すようになる。東京芸術大学では8年間をかけて作曲家、指揮家の双方に在学し、工場船の治療、療養後の2007年より独立。自身が常任指揮者を務める愛根性合唱団、女性合唱団に夢の缶詰、アズシンガースをはじめ、 様々な合唱団で指揮者を務める。作曲家として、混声合唱と女性合唱を中心に現在までに100曲近くを作成しており、合唱曲集も多数観光している。また、編曲家として2013年度 NHK 全国学校音楽コンクールの中学校の部の課題曲とも旅立ちの時の編曲を担当した。2019年1月。 合唱音楽の裾の拡大と普及啓発活動を理念とし、各種セミナーやレッスンの開催、アーティストの育成を行う合同会社、エイザ・ウィノッツ、LLC を設立。ありがとうございます。